韓国の親御さんってなんであんなに詳しいんですかね。なんかこう、その例えば IBT これぐらいないとコロンビア大とかハーバードとか行けないとか、あとなんかこういうふうにしないとなかなか就職したからその年収が上がらないとか、ものすごい詳しい方多いじゃないですか。あの北山さんのお母さんだけじゃなくて、あの他の方もいっぱい見てて、ものすごい皆さんあのそのあたりに関しては私の体感で言うと日本の方の10倍ぐらい情報を持ってる。あれってなんかこうそういう文化的風土みたいなのってあるんですか？なんか母お母さん同士が集まってそういう話をするってことが結構あって、うんうんうん、お母さん同士会うとやっぱり子供の話になって、それとまあ本当に受験の話になるっていう時に、まあ、いろんなトーフルの話とか、なんかどれくらいのレベルがなきゃこの大学入れないらしいよみたいな基準の話とかはよくするっていうことを耳にしました。ああ、なるほどなるほど、分かりました。まあ、あのそれは多分すごくいい文化だなと思っていて、まああの私あのなんかうちあの仙台出身なんですけど、私あのうちやっぱり母親とか父親とかもそういう話ってやっぱりこう周りの人としにくいって言うんですよね。あの日本の、まあ、文化としてそのなんだろう、そのお金の稼ぎ方とか、あと点数の上げ方とか、なんかこうそういったような話をあの人前でするっていうのが恥ずかしいみたいな文化があって、あのうちの生徒の親御さんであの外務省を務めてる方がいて、まあ、あのある国の大使をやってる方なんですけど、まあ、その方が言ったのが、まあ、その韓国大使は結構どこの航空券が安いとか、どこの大学に行くと結構就職しやすいとか、そういう話をすごいしてくると。で、日本の大使とか講師っていうのは、まあ、ほとんどの場合そういう話しない。やっぱりこう角が立つかもしれないし、なんかこうそういう話をすると自慢してるみたいで嫌だから、そういう話あんまりしないんだっていう話をしてて、そこはやっぱりこう今の韓国の本当にこの20年ぐらいで経済が4倍ぐらい成長してる韓国と、まあ、この20年全く経済成長してない日本の違いなのかなっていうのをやっぱりすごい感じたりはしますね。こうなんかね、その辺の話をみんなしないから、すごくこうまあ、親御さんとかといろいろ話をしてても、もちろん親御さんなりに皆さん勉強されてると思うんですけれども、やっぱりちょっと情報量が少ないなっていうのをすごい感じるんですよね。まあ、なので今日はまあ日本語でこうやって YouTube 作ることで、まああのまあ、在日の韓国人朝鮮の方も、あと韓国にいる方でも日本語話せる方だったら字幕つけてますんで、あの聞いていただけると思いますし、あとは当然あの日本人の方にもあの参考にしていただければなというふうに思ってますので、あのちょっと聞いていただければなと思います。それでまあそういった形で結構そのまあどういうふうなぐらいの点数であれば、まあ、将来アメリカ留学できるかとか、そのいい大学院に留学できるかとか、あとそもそも自分の子供は今何を目指しているのかとか、まあそのためにじゃあ早稲田慶応上智とか受けるときにどれぐらい点数取んなきゃいけないのかとか、まあ、その辺っていうのはなるべく早めに把握しなきゃいけなくて、北山さんのところではいつ頃から把握されてました？その高1高2高3とかで言うと高1後半ぐらい、高1後半ぐらい、うん、あのうちの YouTube とか見ててちょっとびっくりするのが、私はあのこの間 SFC の AO の、まあ、3分ビデオってのがあるんですけど、その3分ビデオの作り方みたいなあの動画をうちで出してるんですけど、あれのアクセスが一番高かったのが SFC の出願の3日前だったんですよ。で、それはねやっぱりね、さすがにねみんなね遅すぎるわ。あの受験相談とかもそうなんですけど、韓国の人と日本の人で受験相談に来るタイミングは全然違うんですよ。韓国の人はだいたいまあ皆さんそのうん、スカートも半年以上ぐらいは余裕を持ってきますよね。日本の方は本当に直前に来る方が多い、1ヶ月とか2ヶ月とかで、まあ、同じ塾でその人種によってそれぐらいこう来るタイミングが違うってのは結構由々しきことだなと思っていて、やっぱりなるべく早めに情報を把握してなるべく早めに対策するっていうのがすごい大事なんですよね。なのでまあこの動画でもちょっとそういった形でいろいろとこう話をする中で、まあなるべく皆さんがノウハウをあの早めにあのこう知るっていうことができるようにできればなと思ってます。よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会ではあの LINE であの無料であの受験相談ができますので、もしよろしければあの概要欄に LINE の、 あの
あの列がありますので、ぜひですね、あの気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと、あの希望の方にはね、あの10日間無料で、あの添削だったりとか相談だったりとか、あの一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。